ありがとうございます。本の桜を聞いていただきました。こちらは、もう震災前の12月になりますから、2年前になりますね。この曲をいただいた時にはあんな大きな地震が起こるとは、本当に予想だにしてませんでしたけれども、まだから2年が経ちました。でもこの福島の皆さんにぜひとも、この三春の桜をお届けしたいという思いで、この歌を発売して、でもあることがあったけれども、またこういうご縁の中で三春町にも何度もお邪魔して、またこの今回の作品のカップリングは万一大戦という、こちらもやはり福島を舞台にした曲なんですけれども、私も神戸出身ですからね、いろんな意味で、ちょっと自分の経験にも重ねながら、どなたかが聴いていただいたときに、頑張ろうって思っていただければ、もう何よりだなと思いながら歌を歌わせていただいています。この千年という時をキーワードにもう一曲、書いていただきました。舞台は京都になります。京都伏見の千本鳥居と、歌詞の中に出てきますけれども伏見稲荷、商売の神様のその境内の中にあるとても素敵な、またあの千本の鳥がトンネルみたいになってますから幻想的なんですね。そこの幻想的な公共大祭、ちょっとおとぎ話のような感じで卓文美先生が書いてくださいました。千年の地まで愛しますという三春の桜に対照的に千年前から好きでしたといきなりこうもう男性にこう思いっきり、アタックするようなそんな歌になりました。千年の恋歌聴いてください。